ダメだダメだ、何遍言ったら分かるんだ。こんなことじゃふっくらした何は焼けねえよ。すいません。おい、手休めんじゃねえ。すいません。そんなことじゃいつになっても俺の腕は盗めねえぞ。え、まだ何か飛ばしてんねえ。飛ばしてないっすよ。じゃあ手動かせ。あ、はい。そういや、おめえの夢聞いてなかったな。は？夢だよ、バカ野郎。男なんだからあるんだろうが、夢がよ。語れよ、夢を。あ、はい。まあ、三蔵様に会うことですかね。うん？いや、旅の途中ではぐれちまったんですよ。で、探し疲れた時に怪しい貿易商と出会って、まあ、そいつが三蔵様なら今日の夕方ここに来るぞって。なんだ、人探しか。聞いて、夢だな。いいか、よく聞けよ。夢のでかさはてめえのでかさだ。覚えとけ、バカ野郎。なんだ、はい、何ガン飛ばしてんで。飛ばしてないっす。やんのか、バカ野郎。先生。やんねえのか、バカ野郎。やんないっす。やるか、バカ野郎。やんないっす。やんねえのか、バカ野郎。先生、演劇団員です。なんだ、劇団員。募集中。今日の最初の客だ。新人を見返そうと思ってください。ほら、さっき始めたばっかりまだ一枚もまだ作ったことない。いいせいこと言ってんじゃん。誰が送って探せだよ。へへ、お兄さん方。どうした、なん、おいしいっすよ。じゃあ、二つください。社長、俺たち飯なんか食ってる場合じゃねえんじゃねえのか。いや、一旦飯食って落ち着こうぜ。冷静になった方がいいよ、俺たち。でもさ、でもさじゃなくてさ、じゃあよ、せめてどっちにするかまず考えよう。あ？あじゃなくて、こうやって劇団員を募集するか、その身代わり人形を使って実質二人でやりきっちゃうか。これどっからどう見ててどっちに使ったの。意外とできた。初めてにしては上出来でいい。平和だ。あ、どうぞ。おクレープ感覚で。やったな。パサパサだな、これ。できるよね。パサパサだな。おいしそう。パサパサだな。パサパサだな。すいません。えい、え、あの、カレーは。カレー、カレーないの。いい女も。はぁ、嘘だろ。だいたい書いてねえだろ、どこにもカレー屋なんて。書いてなくたってさ、で、普通なんとやるんだよ。何の人カレー屋かと思って、カレー屋の何屋か初めて見たよ、こんな店。あーおー、ふざけんなー。おっけさすが、聞いたことねえぞ、こんなカレー屋さん。だいたい俺はな、カレー屋の使ってんと、なんじゃなくてライター派なんだ。おい、ここでさ、横から俺たちまた芝居できなくなったら、まあ、いるか、バカ野郎。あー、もう危ない。おい、わかったよ、ちゃんと話し合おう。どっちかですよ、稽古すんのか、人勧誘すんのか。ああ、俺もやめるからよ。稽古してる最中に人勧誘したりするのやめるから。えどっちかに決めて、それに集中しようと。悪かったよ。そうか、まず探そう。ああ、で、どうしても見つからなかったらその人形使おう。ああ、だいたいよ、だいたいそれじゃ立ち回りきついだろう。なんか仲良しみてえだもんな。お前悪の化身だって言うんだぞ。ピクニックか、バカ。何か飛ばしてんねえ。飛ばしてないっすよ。しかし集まらねえもんだな、やっぱ。まったくだよ。いや、こんな大役なかなかねえよ。普通よ、役者じゃなくたって胸躍んだろ。お上司様が神様に願い事をこう場面に一緒にいられんだから。いや、そうだよな。これすげえことだよな。いや、まあでもさ、実際本当に現れるもんなのかね、神様なんて。おい、冗談だよ。冗談じゃねえよ。誰だ、現れてくれなきゃ困るよ。おい、やめとけ、バカ野郎。悪いな、店長、やめさせてもらうわ。はおい、勘飛ばすな、バカ野郎。お釈迦様の近くに入れる役があるっつってな。お釈迦様だ、これ。ああ、俺たちの芝居の最後に神様に願い事をする場面があるからな。やらせてくれ。マジか。マジだ。お名前は。トンだ。え、まさかトン悟空だ。おう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 。おお、待て、いや、わかるよ。この際さ、誰でもいいんじゃねえかなと思うよ。でもさ、さすがにありゃ見えたろ。確かにあれをどっかどう優しく見たって、東洋一の荒くれ者には見えないよ。なんだよ、ダメなのか。おめえたちも困ってんだろ。悩んでる暇とかねえって。もう俺たちがさ、あいつを孫悟空として受け入れてやればいいんじゃねえの。
ほら、頼むよ、何でもするからさ。じゃあ時座をしろ。はい。おーい、そこのお兄さん方よ、こんなちっせえ野郎が大きくなろうとしてんだ。確かにこんな格好して孫悟空だなんてちょっと頭おかしいかもしんねえけどよ、そこは受け入れてやるのが人ってもんじゃねえのかい。男ってもんじゃねえのかい。店長、そうかもな。役者ってのは少しぐらい頭がおかしい方が勢いが出るってもんだよ。じゃあ、俺も男だ、一緒にスターになろうぜ。座長さん。いや、座長は俺な、この人は主催様だから。主催様。よかったな。人の真似すんのが好きなおめえには何職人より役者の方が合ってるのかもしれねえ。助かれな、二度とつらみせんなよ。店長、オラは悟空だぞ、なんだってモノマネ扱いするんだよ、なんだって。まあ、いいじゃないか、いいじゃないか。もう君自身が孫悟空と言い切ってしまえば、もう君は孫悟空なんだから。それが本物ってことです。本物ってこと。ちょっと待ってください、お前。偽物みたいじゃねえか、お前。オラはさ。おい、そのオラってのやめてくれよ。なんかそれっぽくて気持ちが悪い。そんなこと言ったって、お前。ちょっとこうなったら見てろよ、お前。伸びろ、よいこー。そう、またか。どんどん神通力が弱くなってる。わ、この人神通力言いましたよ。こいつ思った以上にやべえな。やばい。こうなったら神タオル。とりあえず入団の手続きしちゃうか。くっそー、お師匠さん、おらどうなっちまうんだ。うん、それじゃ良さそうだな。なんかリアリティはありますよね。まずは人と会話ができるようになるとこからだな。あ、ちょっと仮面手を剣渡しちゃってくれ。お前受け取れ。はい、何でもやります。つけろ、はい、あれおかしいな。本殿から見た時にはこの辺りにあると思ったんだけどな。おい、カレーなしのなんやだぞ。何越しのカレー屋じゃねえんだよ。やっかい。ダメだ、店がねえ。腹減った。私が気になるのはパールの反応だ。なぜビシヌ様から逃げるように立っていったのか。じゃあ、おい、意味わかんない、意味わかんない。時間にかかられてビビっちまったんじゃねえの。当然だよ。でもそれ以前にビシヌ様に怯えていたようだった。はい、切られた。あって強い。強くない、俺全然強くない。お前切られてない。あのバカ兄貴に何か言われたんじゃねえの。何を言われた。もうそんなん分かんねえよ。もう腹が立つ。そこで下手な盾の稽古をしている仮面連中にも腹が立つ。だろ、私にも想像がつかない。だからおかしいんだ。誰かに操られてんのかも。操られる、どれにぞ。うっせーやい。だからさ、切られてないって言ってんだろ。もういいや、お前見てろ。はい、ちょっと出せろ。はい、あのさ、俺に身構えて強いって。はい、ちゃんと見てろ。はい。強いって低い。うわーはっ、うおか。私も気になっていたんだ。一体どうしたって言うんだ。実は私をかくまってください。なんだって。お願いします。それはビシヌ様からということか。はい、そうか、任せろ。あいつの一発ぶん殴ってやるから。あ、いや、わかるよパール、お前もいつかはあいつを使うと思ってた。何にも言うな。しかしかくまうといってもな、俺の部屋ってわけにもいかないしな。おお、